中国国鉄 HXD1D 型電気機関車は中国鉄路総工士が導入した電気機関車。海外の鉄道車両メーカーの技術を取り入れた電気機関車の一つで若い 1D 型とも呼ばれる。それまで貨物用及び貨客両用形式にのみ導入されていた VVVF インバータ制御を旅客用電気機関車として中国で初めて採用した形式。株式電力汽車が開発した高出力の絶縁ゲートバイポーラトランジスタ方式の電動機を有し、最大定格出力は 7200kW である。またそれとは別に客車への電力供給用の独立電源も備えており、連結する客車列車は電源車が不要である。試作車の00001号機は2012年に完成し、同年の6月1日から6月7日から、試験運転を実施し良好な結果を得た。その実績をもとに量産が行われ、2013年9月12日に最初の5両が上海キム団に配備されている。なお試作車は量産車と一部塗装が異なり、前面窓部分が黒色で塗られている。2015年5月5日から営業運転を開始した HXD1D-1898 号機は、周恩来号と名付けられており、前面に周恩来の胸像を模したレリーフが飾られ、塗装も他の量産車とは若干異なる。中国国鉄の周恩来号としては4代目にあたり、初の電気機関車である。ありがとうございます。